石川ムク、23歳、アパレル販売員をやっています。上がマリンセルのジャケットで、下がエイティーズのコーティングパンツで、ブーツがバレンシアガのブーツなんですけど、ちょっとモードストリートっぽくなるように今回組んでみました。大切にしていることは、シルエットと色味のバランスを大切にしています。ブランドはそこまで好きなやつとかはないんですけど、ちょっとエッジの効いた服が好きです。高校生の時にチョキチョキを見て服に興味を持ち始めました。普段結構フィーリングでなんか歩ってここいいなとかで入るんですけど、よく行くところだとコンテナストアさんとかグレイトさんが多いです。サンローランの財布を使っているんですけど、理由は友達からもらったものなので今でも大事に使っています。ディオールのカシミアっていう香水を使っているんですけど、フローラルの程よい香りがして男女とも好評なのでおすすめです。学生時代なんですけど、結構見栄を張りたくてハイブランドばかりいたんですけど、今は色味だったりディティールだったり結構調べていくうちに、さまざまなブランドだったり古着だったりをミックスして着るようになりました。アワーレガシーの花火パンツというパンツがとても印象に残っています。サイモンリーっていうブランドに今注目しているんですけど、色味だったりデザインだったりシルエットがとても独特なので今注目しています。好きなものは靴で、色だったり形だったりがすごい豊富にあって、自分は普段コーディネートを組むときに靴から考えることが多いので靴が一番好きです。カットは友達に家でやってもらっていて、カラーとかは渋谷のフリーブっていう美容室に友達が勤めているのでそこでやってもらっています。最近は心霊スポット巡りにハマっています。結構さまざま行ったんですけど、埼玉の秩父にある羽生田村っていうところがあるんですけど、そこは昔サイレンのゲームの舞台になったところでして、そこはなんか今でも廃村とか、なんか家とかがちゃんと残ってたりしてめちゃくちゃ雰囲気があるんで行ってみてください。好きな本はシュガーマンマーケティング30の法則っていう本があるんですけど、接客とかをされている方にはとてもおすすめの本です。好きな映画なんですけど、高校生の時に見たトレインスポッティングっていう映画がとても好きです。椎名林檎さんのここでキスしておすすめです。将来的にはブランドを中心とした古着屋さんを出したくて今頑張っています。カルボナーラが好きです。自分のインスタグラムの方で今後古着だったりとか自分でセレクトしたやつを出そうと思っているので、もしよろしければチェックしてみてください。